インターネットテレビ見る増刊号デスクの山根です。今回も前回に引き続き桜井よし子さんと東京工業大学特任教授の奈良林忠先生をお招きしてお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、改めてこの今日本のエネルギー政策、例えば電源構成はどうなっているのかというのをまず初めに奈良林先生、はい、解説いただきたいと思います、はい、じゃあまずですね、このちょっとグラフを見ていただきたいんです、はい、あの左側2010年ですね、これは事故が起きる 1年前の、うん、でここの時は原子力が 25%、25.1% の電気を供給していたわけです、はい、それで、その時火力発電所は 65% でした、はい、であと水力が 7.3% ですね、うん、でこの原子力がですね、その 3.1 の2011年の福島第一原発事故以降ですね、ほとんど止まってしまったわけです、うん、それで再稼働を果たした原子力発電所が9基ありました、うん、でところが今年の11月にですね、特定重大事故対象施設と、まあ、特殊施設と呼ばれるテロ対策の工事が遅れたためにですね、また止められてしまうということで11月にまた1基になってしまう、せっかくその9基を置いて、うん、数パーセントをですね、もう原子力が電気を供給して、今この2016年で 1.7% ですけど、これは数パーセントまで増えてたんですね。で、これがまたこの1基だけになってしまうと。で、今火力発電所はですね、83.8% です。だからもうだいぶ火力になってしまったわけです。先生ね、はい、この11月にその特定重大事故防止のその、はいはい、備えができていないから、はいはい、原発を止めますというのが原子力規制委員会の考え方ですけれども、はいはい、原子力規制委員会の更田委員長がこの特定重大事故に対する防止策が完成していなくても、うん、その原発の危険度は全然変わらないと、はい、これは完成していなくてもより危険になるということではないんだと、ただし電力会社が何年何月までに何年間でやりますというふうに言ったその約束を守れないから止めさせるという理屈ですよね、はいはい、これは私ね、原子力規制委員会ものすごくおかしいと思うんですよ、うん、原子力規制委員会のおかしさというのはいくつかありましてね、例えばその電力会社と良いコミュニケーションを取って、この原発を安全にするためにはこういったことをやってくださいね、はいやりますというその合理的な約束を結んでさせることですよね。ところが私と前奈良林先生、いろんな原子力発電所に取材に行ってお話を聞いたんですけれども、その原子力発電所側、電力会社側に原子力規制委員会が、あ、これをやりなさいと言ったけれども、これもやりなさい、しばらくしたら、あ、これもやりなさいってどんどんこう追加するわけですよね。でね、追加されるってことはどういうことかって、例えば私物書きですよね。じゃあ11月の末までにウイルにね、20枚の記事書いてくださいって言ったらね、それに向かって一生懸命取材をして構成を立てて書くわけでしょう。そしたら山根さんの方からね、はい、いやいや、このテーマにこのテーマも加えてくださいと1週間後に注文がこう追加されるわけですよ、そうするとこれはものすごく困るわけで、でも一生懸命またね、編集の言うことだから一生懸命やろうとして追加するでしょ。でまたさらに1週間後に、いやいや、こっちの要素も入れてくださいとなるとね、各側としてはね、全然予定が立たなくって、取材はあちこちに広がるわ、書くことは広がるわでね、収拾つかなくなるんですよ。それをもっともう100万倍も大規模にしたようなものが原子力発電に対する原子力規制委員会の追加注文な、これ私たちは後出しじゃんけんって言ってるんですけどね、そういうことをするものだから、その原発会社、電力会社の方もね、この追加工事始めました、ところこれもやれあれもやれってどん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 追加工事が増えるものですから、5年以内とか6年以内と言ってもどんどんこの追加の工事の再設計とかというのが積み重なって、実際に工事をする期間がわずか1年とかね、凄まじいその短縮された状況になってるんですね。だからそういった状況で電力会社がお約束をした、そして原子力規制委員会に言われたその安全策を完成させることは物理的に不可能、
これはもう世界中どの電力会社に言っても不可能だと思う。でこれをやらないからといって、できていないからといって、さっきも申し上げましたけども、原子力発電所の安全度が低くなるってことは全然ないんですよ。だから本当はね、追加注文したんならば、その分のね、時間的余裕をもう3年とか5年与えるとかしなきゃいけないのに、それしないで更田委員長はそのまま最初の期限で終わらせなさいと。この期限を守らなければね、安全度に関係なく期限を守らなかったということで原発止めますというのが原子力規制委員会のやり方ですね。私、更田委員長に本当に聞きたいと思いますね。こういうやり方は本当にフェアじゃない、科学的じゃない、そして国民のためにならない、電力会社のためにもならない。だから本当はね、議員の方たちがね、このような原子力規制委員会のあり方おかしいですねと言って、あの問題提起しなきゃいけないんです。で私何人かに聞きました。どうして問題提起しないんですかと。そしたら何と言ったか、これはね、国民の間に人気がないと。人気がないのは、朝日新聞のような悪いメディアがね、偽の情報、間違った情報をどんどん流していて、原子力発電というのは危険なもんですという思い込みを国民の間にその浸透させているからなんですね。だから本当に原子力規制委員会と電力会社の関係っていうのはとても不幸なことになっていて、その不幸はこの両者にとどまらず、結局私たち国民に跳ね返ってくるんですよ。電力料金の値上げとか、それからあとね、石炭とか油を燃やして火力発電するわけですから、その燃料費の負担とか、後で話出ると思いますけれども、 CO2 の増え方とか考えると本当に悪いことばかり。どうしてこういう原子力行政が、原子力規制委員会によるルールが問題視されないのか、ちょっと私には分かりませんね。まあ、宇田川の発電所もこの審査に随分かかって、はい、防潮堤ができましたよね、はい、で防潮堤は最初私もあそこ少しずつこう地盤が不透沈化するかもしれないじゃないですか、はい、自然現象ですから、はい、それに追従するフレキシブな防潮堤だったんです、うん、ところが規制委員会がですね、うん、1ミリ単位とも動いちゃまかりならんということで、もうそれ全部カチカチに固める工事をこれからやらなきゃいけない。で下はもう液状化が対策取りなさいということで、だから結局その液状化にも備えた構造を持っていたにもかかわらず、下もまたカチカチにコンクリートを打設して固めなきゃいけないんです。だこういうことによってどん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 その再稼働が遅れていって、で特需施設もですね、最初まあ作りましたと、はい、そしたら地震の加速度をもっと上げましたと、うん、でそれでじゃコンクリートが厚くなりますと、うん、そうすると中に入れるものが入らなくなってしまう。うんですよね、だから新幹線通るようなですね、大トンネルを掘ってですね、うん、シールドマシンですよね、うん、あれでそのずっとその特殊施設のなんか地下のですね、うん、部分みたいなのを作ってるんですけど、うん、そのコンクリそれを防ぐコンクリートの厚さが厚くなってしまったために、うん、またこうトンネル掘り直してる発電所もあります。失礼ね、失礼というかもう非合理の極み、だからあれ工事認可、原子力発電所本体の工事認可から5年以内に特殊施設を作んなきゃいけないと、うん、ところが特殊施設の審査をその工事認可からスタートして、まあ、審査しちゃってるんです、うん、だからあと5年のところにあと1年しか残りありませんって、うん、さっき先生がおっしゃったような状況になっちゃったのはですね、うん、これ規制委員会の規制のその審査のやり方が悪いんですよ、うん、で今菅、そう首相がですね、うん、このいろいろな規制、うん、行政の悪いところを、はい、ちゃんと合理的に直しますとおっしゃってるので、はい、私こういうのを最初にちゃんとしっかり直してほしいと思うんですよね、うんうん、だから審査が終わって工事もこういうことでやりますと、で5年以内作りますと言うんだったら、そこからスタートできて、うん、5年ぴったりどの電力会社だってそれは守るはずです、うん、そうですね、ところが本体の工事の工事認可から5年の中でそこから特殊施設の審査始めちゃったんだ、うんうん、だから結局どんどん途中でそのスペックっていうんですけど、うん、仕様が変わっていっちゃうがために、さっき先生がおっしゃったような現象がどんどん追加とかなって、うん、結局その工事を5年以内できなくなってしまった、うん、このできなくな
してしまったその責任はかなりの分私は規制委員会にあると思います。昨年ですね、2月に国家基本問題研究所で、はい、あの政策提言をしましたですね、はい、で政権側はあの木原稔内閣総理大臣補佐官に一応その国家基本問題研究所として、記者会見をして、あとその提言をお渡ししました、はい、で次に規制委員会にも持ってったんですね、はい、ところが更田委員長会ってくださらない、会ってくださらない、ですからその担当の課長に、うん、あのその内容を説明をして、で5人の委員の方に渡してくださいねっていう形でお渡ししたんですよね、うんうんうん、だからそこからあとちゃんと更田委員長にその国家基本問題研究の政策提言が届いたかどうか、うんうん、あの政策提言の中にはですね、うん、あの航空機テロ対策は海外であるんです、はい、ワイヤーフェンスを張るんです、はい、そうすると国家基本問題研究所では自衛隊 あの元幹部の方がいらっしゃるわけですよ。 そうです、はい、その幹部の方も入った政策提言です、はい、それでワイヤーフェンスを張ると、はい、もしその航空機が来たらですね、引っかかるから、引っかかる、でそしたらそのテロでですね、命がけでそのあの発電所に突っ込んでくるパイロット、うん、テロリスト、うん、飛ばないですよね、うん、だってその原発は壊せないでワイヤーフェンス で墜落するわけですから、うんうん、でさらにあのいろいろと国民の方はあとすごく頑丈なポールを何本か立てるね、ポールを立てるともうこれはあの他の国でも実際に例があるわけですけども、はい、原発の周りにこのポールを立てると、はいはい、あのワイヤーを張ればいいんですよ。ワイヤー張ったりするとその、はい、ここに突っ込もうというその飛行機がですね、はい、やっぱりポールなんかに邪魔されて突っ込めませんから、はい、これを阻止することができる、これはあの自衛隊の陸幕長をなさった方たちがそのご自分たちの体験からね、はいはい、プロとしての、うん、プロとして の, あの知見からこういう対策がいいですよということを、はい、あの国家基本問題研究所、はい、シンクタンク の,、はい、あの原子力研究会で報告の中に入れて、はい、それを政府にも提供したんです、はいはいね、それで結局採用されてないですよね。あのワイヤーフェンスをあれ鉄塔2本立てればいいんですね。そうですね。で鉄塔2本立ててその間を、うん、あのまあ、直径1センチぐらいのワイヤーを張るわけです、うんうんうん、で広島空港に実際に航空機あのアンテナ引っかかっただけ航空機墜落しているのも実例もあるんですよね、はいはい、ですからそのワイヤーが張ってあるだけでもう、うん、パイロットは操縦桿握って飛んでこないんです、うん、それからさらにいろんなミサイルだロケット砲だって来たとしてもですね、はい、そのワイヤーに引っかかってそこで爆発するので、原子力発電所本体でその直撃を食らうということはないのではるかに安全になるんです、うんうん、でそういう提言をしてだから鉄塔を立ててワイヤー張ればその特殊施設の完成までにね そっちをやればあとあの停止しなくていいですとゆっくり本体は、ね、あの工事してくださいっていうその行政ができるはずなんです、はい、そうですね、でそこが結局そういう合理的な案が採用されない、うんうんうん、それから電力会社の方にそういう案もありますけどということで、うんうん、まあ、全電力会社の方にそういう説明をしました、うんうんうん、ところが怖くてできませんと、うんうん、何言われるか分かりません、うんうん、だから今のまま従って頭下げていれば、うん、あのそれ以上のことはやれないのでだから原子力発電所を止めて例えであのそのまま火力発電所を動かさなきゃいけないとしても今言うことを聞いてますというのが電力会社です。でもね、うん、それってこの我が国はね世界第3の今経済大国ですよ、うん、これがまたねいずれあの第4位第5位になるという言われていますけども、でも私たちの両親とかね祖父母の世代の人たちが本当に一生懸命に働いてここまで日本は来たわけですよね。その日本国で自由な知見に基づく議論ができないために今みたいな原子力規制委員会のような科学の顔をした極めて非科学的な非合理的な組織によってねこの時代の最先端を行かなければならない原子力発電所というものが阻害される。でそれによって何が起きるかというと世界の潮流とはもう正反対の方向に行ってるわけですよね。奈良部先生に詳しくご説明いただけると思いますけども、中国では何百基もの原発が計画されていて、アメリカも原発、インドも原発、産油国の中東の国々ももういずれオイルはなくなるし CO2 の問題もあるから原発に移らなきゃいけないと言って原発に行ってるのに、我が国はこの原発をほぼこうゼロにする方向に行ってますね。河野太郎さんなんて原発大反対ですよ。
小泉進次郎さんだってそうですよね。次の世代を担う若い政治家たちが全く理解していない。でその結果何が起きるかというと CO2 がどんどん増えるわけじゃないですか。あの火力発電ばっかりだったらいくら CO2 の、 その発生を少なくとどめる石炭であってもその LNG であってもこれを炊けば CO2 は着実に増えるわけですよね。で今世界で何が起きているかというと気候変動が起きていてその大きな要因が CO2 だという見方もあるわけですから、私たちの国は本当に時代の最先端を行って人類のためにも日本国民のためにも良い環境にも良いあのエネルギー政策をしなきゃいけないのに、一番悪いエネルギー政策の道を歩もうとしてますね。うん、